ティモシー・マーク・ヒッチンズは、イギリスの外交官、在フランス英国大使館経済部講師、外務英連邦省欧州政治担当局長、外務英連邦省アフリカ担当局長、中日英国大使などを歴任した。1962年に生まれた。ケンブリッジ大学に進学し、英文学を専攻した。なお、ケンブリッジ大学でのカレッジは、 クライスツ校に在籍していた。1983年に、ケンブリッジ大学を卒業し、同年、外務、英連邦ン賞に入賞した。2012年2月8日、庶民院議員ヘンリー・ベリンガム、王立国際問題研究所所長、ロビン・ニブレットと2012年12月21日、新任情報定式に際して、区内常識部官庁、 小田野信武と1984年から1985年まで日本語を学んだ。同年より1989年にかけて日本の中日英国大使館に勤務し、経済部にて二当初機関を務めた。日本語を話せることから中日英国大使館では通訳官も務めた。1989年から大倉省の欧州部に出向することとなり、 1991年まで、勤めた。その後、1991年から1995年まで、欧州担当閣外大臣の下で、秘書官を務め、マーストリヒト条約の交渉や批准を担当した。また、イギリスは1992年に、欧州連合の議長国となったため、それに関する業務も担当した。1994年からは、 外務、英連邦大臣のスピーチライターも務めることになり、ダグラスハードの下で使えるとともに、同時にアジアの諸課題も担当することとなった。1995年よりパキスタンに渡り、在パキスタン英国高等弁務官事務所の政治部にて、部長に就任した。パキスタンでは、各兵器開発計画やミサイル開発計画、さらに周辺では、 カシミール紛争といった問題も抱えており、それらに関する業務に携わった。1997年に外務、英連邦省の本省に戻り、東南アジア部の副部長に就任し、1998年まで、務めた。1998年から2002年にかけては、王室府において、女王付副秘書官を務めた。エリザベス2世が2002年に、 即位50周年を迎えたため、それにまつわる祝賀行事などを担当した。また、イギリス連邦を構成するオーストラリアにおいて、王政を廃止し共和制への移行を求める機運が高まったことから、この動きへの対応に苦慮することとなる。1999年には、君主制廃止を問う国民投票が行われる事態となったが、この時は、僅差で君主制の存続が決まった。 また、トニー・ブレア政権下で、スコットランドへの権限移譲が進み、新たに、スコットランド議会が発足したことから、スコットランド議会における、イギリス王室の役割について模索することとなった。2002年から2003年までは、危機対応チームのチーム長を務めた。その後、年から年にかけ、外務、英連邦省のアフリカ部の部長として、アフリカの西部、 中央部、東部の国々を担当した。2005年、在フランス英国大使館にて経済部の講師に就任し、2008年まで務めた。その後、本省に戻り、欧州政治担当局長に就任し、ヨーロッパの在外交換を束ねるとともに、欧州連合域外の政策も担った。2010年には、 アフリカ担当局長に転じイギリスとアフリカの国々との関係を担当した。また、2012年より、外務、英連邦省の幹部委員会に名を連ねている。同年、中日本国営国特命全権大使に就任することが決定した。同年12月21日に皇居に参大し、新任情報定式を経て、正式に着任した。 これまでの業績に対しては、ロイヤル・ビクトリア・勲章の勲四4等が授与されている。また、2012年には、聖マイケル・聖ジョージ・ーの勲三3等が授与されている。2013年8月28日、服部栄養専門学校校長、服部幸男と2013年9月7日、クリケット神前試合にて、 福島県南相馬市市長桜井勝信と2013年5月30日、エネルギー、気候変動大臣、江戸デービー、地球環境国際議員連盟所属議員らと2012年12月13日、東京都副知事、秋山俊之、日本オリンピック委員会選無資原則の、日本パラリンピック委員会委員長長、原光則、日本中殺ブラジル特命全権大使、マルコスガウボンと、 ありがとうございます。